平野紫耀のファッションは彼の個性を際立たせるだけでなく彼の魅力を引き立てます。彼のセンスとスタイルは彼が着るものを単なる衣服以上のものに変えます。皆さん、こんにちは。とべ、トウヒロウスが過ぎ去りましたが、その影響は本当に小さくはありません。我々の平野紫耀さんはステージ上でキラキラしたオーラを放ち、歌もダンスも愛らしい仕草も忘れられません。デニム姿も懐かしいですね。 今日はその情報をお手伝いさせていただきます。ヒラの仕様をより際立たせるためのものについて話していきましょう。ヒラの仕様さんのファッションセンスについて話すとき、元 DENIM ジャケット、サーフェイスウェーブヌーバイアン東京、は外せない話題です。このジャケットは93,500という価格にもかかわらず、その価値は計り知れません。ドロップ6の元 DENIM ジャケットは、 スタジオ全体では珍しいレギュラーフィットのライダースです。直線、曲線、ダーツを取り入れたテクニカルな立体裁断デザインは、まさに平野潮さんのスタイルを際立たせることでしょう。シンプルかつミニマルなデザインに、スナップドームカラー、短めの丈と長い腕のアンバランス感が特徴です。また、ファスナー付きのポケットや袖口、ベントにも工夫が凝らされています。特筆すべきは、 本体に希少な国産セルビッジデニム生地を贅沢に使用していること。クラシックナー縫い加工を施した13.75オンスのミッドウェイトデニムはカラー名、サーフェースウェーブの通り、波状のマットな風合いを持っています。裏地にはインディゴツイルを使用し、各ジップは YKK メタル ZIP で均等に引きます。同ブランドのパンツも価格はシャツと同様に10万円前後で推移していますが、デザイナーカラー名。 サーフェイスウェーブ、ポケットや開閉部分のディテールにもこだわりが感じられます。そして、服装全体を見ると、少しダートレーサーのような外観を持っています。着用者の身長は1メートル7以上でなければならないという条件もあるのですが、それが着用者の個性を生み出すことでしょう。実際の衣装はとてもシンプルですが、平野紫耀さんが愛用しているルイヴィトンの靴と合わせているので、高級感が漂います。 ダメージ加工を施したカーフスキンとテクニカルメッシュを組み合わせたスニーカーは、ルイビトンの2023年秋冬賞の一部を共同デザインしたキッドスーパーのコルムディランからインスピレーションを得て織り込まれたルイビトンのパターンが施されています。このデザインは、パッド入りの履き口とシュータン、二重レース、ツートンカラーのアウトソールが特徴です。その価値は最大2000ドルです。しかし、ここで一つ疑問が浮かび上がります。 ファッションとは本当に個性を表現する手段なのでしょうかそれとも単に特定のブランドやデザイナーの価値観を反映するだけなのでしょうかファッションには社会的な意味合いが強く結びついており、それがどのように人々の認識や行動に影響を与えているのか考えるべき問いです。日々のファッションチョイスにおいて個々の自己表現やアイデンティティの探求が重要です。しかし、ブランドやデザイナーのマーケティング戦略によって 私たちは時に自己表現の枠組みに閉じ込められてしまうことがあります。そのバランスをどう取るか考える余地がありますね。皆さんはファッションが自己表現やアイデンティティの探求にどのように関わっていると考えますかファッションの選択が個々の意思決定にどのように影響を与えると思いますかその影響を受けながらも自己をしっかりと表現するためにはどのようなアプローチが必要でしょうか 見てみると意外な発見があるかもしれませんね。